ファンの皆さん、こんにちは。今年の夏は暑かったですね。皆さんはどのようにして夏を過ごされたでしょうか。今回のモンタチャンネルでは、そんな暑い夏を吹き飛ばしたイベントの様子、そしてボートピア呉宮島のお得な新サービスなどを紹介してまいります。名付けて、いろいろ知っとこボートレース宮島。まずはボートレース宮島の夏祭りサマーフェスタ。今回はあいにくの空模様ではありましたが、ボートレース場全体を使ったこのイベントにたくさんのお客様が訪れました。場内のシーサイドエリアにはグルメコーナーが設けられ、移動販売車や出店が並びました。フリーマーケットではそれぞれいろいろなものが出品され、来場したお客様たちで場内は活気にあふれていました。そしてなんといっても今回の注目は、広島のバイクショップが集合したバイク展示会。大小さまざまな見たことないようなバイクが展示され、見に来た人を楽しませていました。フリーマーケットとかいろいろあったと思うんですが、いかがでしたでしょうか。楽しかったね。楽しませてもらいました、はい、今日はフリーマーケット、これ人形館に、フリーマーケットで楽しかったですか。楽しかった。何が楽しかったですか。あれ、モーターカーみたいな。バッテリーカー、はい、バッテリーカー乗った人、来年も行われますボートレース宮島の夏祭り。今年よりももっとお客様が楽しめるように工夫を凝らしてまいりますので、ぜひサマーフェスタに足を運んでみてください。来年もまたサマーフェスタやるんで来てくれるかな。いいよ。話は変わって、ボートレース宮島からおよそ40キロの距離に位置するボートピア呉宮島。平成23年8月3日リニューアルされ、盛大なセレモニーが行われました。そのリニューアルの内容とは、なんとボートピア呉宮島にある自動発券機がポイントカードシステムになりました。では実際に船券を購入してみましょう。まずはマークカードとこのポイントカードを発券機の中に入れ、船券を購入します。会員カードはご覧ください。この時点ではポイントは加算されていません。白熱したレースが終了し、確定した後でなんとポイントが加算されているんですよ。この簡単な操作で楽々ポイントがつくんですね。たまったポイントで場内利用券と引き換えて船券が購入できるんです。そしてなんとその利用券はボートレース宮島でも利用できるんですよ。リニューアルされたボートピア呉宮島、呉へ立ち寄った際はぜひ遊びに来てください。このようにボートレース宮島では様々なイベント、サービスが行われています。それだけではなく、レースでもボートレース史上初の A 級 B 級ダブル優勝戦、ヘビー級王決定戦など様々な企画レースが行われています。今年12月には中国地区選手権、来年2月には宮島チャンピオンカップという2つの G1 も控えています。これからもますますファンの皆様のためのボートレース宮島を目指して努力してまいります。迫力いっぱい、楽しさいっぱいのボートレース宮島に皆様ぜひご期待ください。